ません。それに慣れてるわけなんで、やっぱなんかね、しっくりきてない感じだったりしますよね。あ、これがもうすぐなんですかみたいな。短歌詞を揃えたりすると、今まで短かった方の足でつまずいたりする人が出たり、そうね、まあ、やっぱり、ね、足がね、変わっちゃうからね。確かに重心も変わるし、慣れるまでちょっとむしろ扱いづらいというか動きにくいかもしれない。なんか口コミも書いてもらってすごくいいこと書いてあったけど、うん、はい、結果リピートしないっていうね、不思議な感じ。なんかそれで満足してるんですかね、もうね。どうなんでしょうね。だから本当になんかうちも口コミ結構よく書いてもらってるけど、あの口コミ書いてる人の中のリピート率もそんなに高くなくて、まあそうですね、リピートしないのにこんな口コミいいの書いてくれるんだっていう、なんか不思議だし、不思議、確かに。ありますけど、あ、そんな増えたんすね。そうそうそう、すごい。16の中の、うん、多分リピートしてる人が5とか6ですよ。あ、いい口コミ書いたのに。そうそう、だから、あ、1人2回とか書いてくれてる人もいるからあれだけど、あ、いけて、でもまあ不思議ですよね、そこまで気に入ってるのにリピートはしないっていうのは。いや、でも多分また行こうとは思ってんじゃないですか。また行こうと思ってる間に、ね、うん、何年も経っちゃうんですよ。あー、なのかな。だって、いわきでやってた時もそうだけど、うん、また来ますって言って来なかった人100人ぐらいいるから。あー、確かに。すごく反応が良かったはずなのに、うん、ある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 、そういうことある。結構ありますよね、うん、あるある。で、意外となんかで何も反応いいのか悪いのか分かんなくて、ああ、人が来たりもする。そうそう、あるある。その辺が結構不思議で、確かに結構ムスッとしてムスッと帰っていくのに、なんかリピートめっちゃするなみたいな、あるある。
と思ってないから別にいいんだけど、こっちとしては、うん、だから本当になんか人の反応って読めない部分が、うん、ありますね。分かんないとこある。だから最近だとそのリピート率だけじゃなくて、その、まあ、自分から見てこの人はちょっと反応が良かったな、反応悪かったな、ちょっと反応読めないなっていう3グループに分けて、その中のリピート率を今チェックし始めたところで、なかなか面白い結果になるんじゃないのかなと思って自分ではやってますけどね。働いてたスタッフがその店の悪い書き込みをしてたりとかもしますからね。どういうことなんですかね。ああ痛い。どういうことなんでしょうね。痛い。状態になってるので。そうなんだ、うん、普通にもう今リピーターさんで回っちゃうので、うん、新規枠が湧かないんですよね。はいはい。リピートサイクルというかそういうのってどのぐらい
らいですか。あ、受ける方はできれば早くみたいな感じで2週間とかでっていうふうにおっしゃるんですけど、はい、まあちょっと埋まってるから1ヶ月後ぐらいでお願いしますみたいになることが多いですね。じゃあ本当はもっと早く来たいけど、うん、けど取れないっていう感じで、取りきれないので、まあちょっと3週間後に空いてますとか、そんな感じですかね。いや今本当だって上げて、あの結構もう取る枠も制限してるし、まあ、あれなんですよ、その営業時間も短いですからね、週4だしね、だからいや、あ、こなしてる数は全然多くないですよ、本当に。YouTube の方もやらなきゃなんで、はい、そうそう、だからあんまり、やっぱり時間かかりますね。そうなんですよ、編集したりするから。結局5分10分の作るってなっても1時間ぐらいかかっちゃうし。あ、絶対かかりますね。なんかその見てどこが使えるか使えないかみたいなのをやりながらだと時間かかりますね。そうですね、ちょっとあの私なんかは字入れたりとかもしてるんで、字入れてなくてもやっぱ時間かかりますよ、前後のつながりとかもあるし。そうですね、であとまあその編集してでレンダリングしてアップロードなんで、はい、レンダリングの時間もありますしね。こっち硬いですね、やっぱり。なんかこっちの方が鈍いかもしれないです。複雑なっていうかね、うん、だってこれ表面で言ったらだって、うん、こういう向きになっちゃうけど、うん、実際こっちですからね。そうですね、その骨の隙間に入れ込むというか、そうそうそう、それもあるからね、その辺に関しても全く垂直圧ではないですね、うん、もうその辺は何だろう、やってフィットする感じを探るみたいな感じですよね。そうですね、肉付きとかによっても違うし、しっくりくる角度というか、そうだから微調整ですよね、うん、微調整しながら押すとやっぱりそのまっすぐは押してないですよね。まっすぐじゃない、まっすぐじゃない、ちょっと曲げてみたりとか、遊びも取るし、うん、骨のまあその内縁に入れ込む感じもありますしね。あと引っ張られてる方に若干寄せるというか、うん、そう、寄せるっていうのもありますよね、まあ、それのいわゆる遊びを取るっていうかね、うん、なんかその皮の伸びとかも人によって違うじゃないですか、はいはいはい、だからまあこう、これこうですってちょっと一概には言えないですよね。まあでもこう遊びを取ってきて押したりはしないじゃないですか、うん、全部いっちゃうでしょう、うん、でここからなんか調節しますよね。そうですね、ちょっと押して、うん、そうですね、最初に遊びは取らないですね。だからちょっとかなり複雑なんですよね、何か工程があって押しながら、るような、うん、そう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 、だからでこれに合わせるあるからのもあるし、うん、垂直圧はスタート位置じゃなくてゴール位置で合わせるっていうのを、まあ、この前も説明したかったんですけどね、うんうんうん、そこまでたどり着けなかったですけど、言葉で表現するのちょっと難しいかもしれない。スタート段階では割とスタートそんなにどうでもよくて、確かにある程度のイメージは持つけども、結局ゴールで合わせられるかどうかだから。そうですね、だから言うならスタート時点では斜めですよね、入れ込めやすいようにしていってからなんで。そうそうそう、だからスタート位置はまあ割とそんなに関係ないといえば関係ない。そうですね、むしろスタートは垂直にしちゃダメですね当てちゃうからね、肩甲骨に、まあ、
あこの辺だったらね別に通じるものもあるけど、この辺で言ってもやっぱりそのゴールはこうなんていうかイメージしながら押していかないとゴールでピタッと合わないですけどね。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。タノさんの、ね、チャンネルもありますので、タノさんにご興味ある方はね、そちらの動画を見ていただくのも ね、はい、ね、いいかと思います。はい、はい、お願いします。はい、それでは See you。